どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、というわけで今回ですね、青森県青森市にありますあさりさんにやってまいりました。こちらですね、ラーメン屋さんなんですけれども、うまくて辛い、ネギラーメンがあるということでね、結構噂の有名店です。今回もですね、辛さレベルが選べます。辛さレベル1から5まで選べるんですけども、5が一番、辛さが優しくて、1が一番マックスの、ものです。で、一応ね、なんかこの1以上はもうないらしくてですね、で、もうね、お客さんの9割以上がこのネギラーメンを、頼んでいくっていうぐらいね、すごい人気のラーメンです。はい、ということで、ね、行った人の感想を見ていきましょう。青森名物のアサリのネギラーメン食べてきた。全く辛くない0と一番辛いレベル1、見た目からすでにヤバい、美味しかったよーと。ということで、なんか見た目もなんかちょっとこう黒っぽいのかわかんないですけども、赤黒いんですかね、非常にこう辛そうな見た目ですけども、まあちょっとね、食べてみないとわからないということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速中入ってきたんですけど、これね、メニュー表ありますね。ネギラーメンということで、これがもう一番人気ですね。お客さんの9割がもうこのネギラーメン、もう一本ですね。山椒の効いた自家製ラー油の味で、ちょっとピリッとした、刺激が心地いいということで、大人気でございます。こちらがネギラーメン。いただきます。そう、ネギラーメン1からお手並み拝見です。こんにちは。そう、まずスープからいってみましょう。いただきます。マジか。山椒、うわ、すごいな。強烈だな、これは。すするたびに無線商品だ。
びれる。これマジでから枯れてる。山椒がすごい。たどり着いた新境地、残すところはスープのみ。うわぁ、いやきつい。残り、この激辛スープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。すっごいね、山椒のしびれがすごい。ブラックペッパーとかも香りましょう。今日の僕らの時代は笑うかのには春来たる未公開なんと傑作戦スペシャル。この1年間でもう一度見たいという声が多かった回を未公開トークを含め一挙放送します。まずは同じ時代を生きてきた同世代の2組。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。あさりさんのネギラーメン1から、はい、辛さレベル1、辛さレベル8です。8です。いやーもうね、ここまで辛いとは思わなかった。非常にね、この山椒の、しびれが効き、なんかね、唐辛子やラー油だろ、いろいろね混ざり合って、非常にもう口の中がもうビリビリとしびれる、そんな一品です。しかしね、これやっぱね一番人気メニューだけあってね、しかもこのネギのスープが辛い分甘みを感じて、非常に美味しかったかなと思います。結構ね山椒系が苦手な方はね結構エグズ結構辛いく感じるかなと思いますが、山椒結構平気な方はね割りかしいけるんじゃないかなと思って、そうだったもう汗がもうね滝のように止まらなく、本当のというわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、Twitter の方更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。